そうした体を回転させるような競技をやってる人にもとても有効ですし、今回はロシアンツイストを紹介したいと思います。一般的な腹筋の運動というと、まあ、シットアップとかクランチとかありますけれども、あんまりひねる運動ってないですよね。腹筋でも左右にひねりながらやったりするんですけれども、ひねるだけの腹筋というのはあんまりありません。そこでひねる動きに特化したロシアンツイストを紹介したいと思います。まずはやってみましょう。まずは仰向けになりまして、両手を地面にしっかりこうして固定します。そして膝を少し曲げた状態で足を垂直に上げてください。この状態でゆっくりと真横に足を倒していきます。真横に倒して地面に触れる寸前まで来たら切り返します。切り返して逆の方にで、逆側の地面につれづれまで来たらまた切り返します。はい、このように足をメトロノームのように、往復立てていく動きがロシアンツイストになります。この動きですと外腹斜筋と内腹斜筋、腹直筋、そして腹横筋ですね、腹部にあるほとんどの筋肉をしっかりと働かせることができます。普通のシットアップですとなかなかこうしたひねる動きができないんですけれども、このロシアンツイストですと、結構ひねる動きが強くできるようになります。例えば野球とかゴルフとかテニスとか、そうした体を回転させるような競技をやっている人にもとても有効ですし、あとはウエストを引き締めたい方にも非常に有効です。まあ、自分の体重だけでもし簡単にできるようになりましたら、足の間にメディシンボールを挟んだりしてもいいと思いますし、往復させる時の動きをゆっくりすることによってさらに負荷を強くすることもできます。まあ、いろいろなバリエーションが考えられますので、回線系の動きをやってみたい方はこのロシアンツイストぜひ試してください。まずは往復10回ぐらいやって楽にできるようになったら、メディシンボールを挟む。それでも楽にできるようになったら、往復20回を目指すという感じで、大体2、3セットやるといいと思います。ロシアンツイスト、ぜひ試してください。最後までご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後のセミナーなどの新しい情報はですね、 LINE の公式アカウントからお知らせしていきますので、ぜひ概要欄から友達登録よろしくお願いいたします。